はい、ちょっと今日仕事で大阪に行くので駅に向かう途中の感じでちょっと今撮ってますけれども、今日はですね、いわゆるこう慶応のパールですね、慶応の経済パールに合格する、まあ、教え子さんの特徴っていうことでちょっと動画を撮っていこうと思います。まあ、昨日慶応のパールの一期の発表がありまして、慶応のパールってのは1期2期3期ってあるんですけれども、その1期で、うちからも2人合格がありましてですね、よかったなと。私が指導した中で2人合格が出たという形です。で、まあ実際こうそういうふうなところでどんな感じでこう指導したかとか、まあ、どういう方が合格してるかとか、そういうところですね、ちょっと一通りお話をできればなというふうに思ってます。でも一つ目はこれ言うまでもないことなんですけど、やっぱスコアメイキングですよね。 SAT で言うと、まあ、1400以上で、まあ、国際バカロレアで言うと一つのこれ目安ですけど38以上、45中の38以上で、あとフル IPT だったら大体100以上、これは語学の試験ですね。あと IL2 で7以上っていうのが、まあ、一つ非常にこう大事な基準の一つかなというふうに思ってます。でスコアメイキングができてればそれだけでいいかってことはなくて、まあ、これ例えば慶応の経済のパールでも、あと例えば早稲田の SPSE とか上智の SPSF とか、まあ、全部に関して言えることですけれども、それだけじゃなくて、例えばいわゆる高校在学中にやったこう活動ボランティアとか、大学入ってから何やりたいか、どういう研究したいか、まあ、どういうふうな研究でまだこうやられてない部分ですね、延長線上でまだ解決されてない研究、どういうふうにか解決していきたいか、で大学出た後にこうそれをどういうふうに生かしてこう社会の問題とかそういうのをね、こう変えていきたいかっていう、そういうところをしっかりやっていくっていうのがすごい大事です。でまあそこがやっぱ一気通貫してるっていうところがですね、非常にこう慶応の経済のパールでやっていく上ではまあ重要な、部分になっていくと。俺まあ帰国生系のやつって全部そうなんですけど、帰国生とか外国人とか受けれる、でそのフル英語で受けれるやつですね。最近早慶上智だけでもなん出願機会って意味で言うとほんと20回ぐらいあるんですよ、そういうので、そういうのを、まあ、例えばその上智の SPSF だったら6学部学科受けれるんで6回受けれるわけですよね。そういうのをもう一通りこうある程度スコアメイキングできたらもう受ける、もうその全部20個ぐらいね、パールだって3回受けれるわけだから、そういうのをこうやっぱり受けて、まあもちろんそれはちゃんとね、日本語で出す AO と違って、結構そういうその外国人が受けれる AO ってこういうこと書いてくださいねっていうのが横にちゃんと書かれてあったりするんですよ。でどういうことがこう評価基準になってるか、どういうのが必要な要素なのかっていうのをちゃんと書いてますんで、それを満たすようにやっていく。まあ日本語の出願でもね、そういうのちゃんと書いてくれればいいのにと思うんですけど、まあそれはその日本のね受験生向けだったら、要は慶応とか早稲田とか上智っていうとすごい学校だけど、海外ではそれはないから、まあちゃんとね親切に書いてあげてるっていう、そういう状況だと思うんですけど、そこをしっかりやっていくっていうのは非常に大事なことだと思います。